おはようございます。ゆうたです。ゆうたスタジオへようこそ。今日は6月の20日土曜日ですね。皆さん今日はお休みでしょうか。今日も北海道江別市からお届けしていきたいと思います。今日北海道気温はですね、だいたい札幌市で最高気温が19度、最低気温が13度ということでね、降水確率 10% という感じになっております。全国的にも晴れてね、今日は行楽日和なんじゃないかなと思います。ここ最近ね、交通事故とか水の事故とか増えていますので、事故には十分注意してください。特にね、小さいお子さんがいるご家庭は、外に遊びに行った時はね、お子様から目を離さないように、保護者の方お願いしますと、はい、いうことで今日もねやっていきたいと思います。はい、今日はね、今日もちょっと歌っちゃおうかな。はい、ということでね、僕オリジナルソングね何曲かあるんですけど、昨日歌ったのが「つぶら」っていう曲ですね、歌ったのが。はい、で今日はじゃあね「愛こそすべて」っていう僕のオリジナルソングがあるんで、それをちょっと歌いたいと思います。で昨日のその「つぶら」という曲もこの「愛こそすべて」という曲もですね、どちらも、僕子供が2人いるんですけれども、子供ができて、作った曲ですね。で、どんな思いが込められているかっていうと、人間にとってね、大事なものが何かっていうことで、本当に子供ができてそれを感じたことっていうのがですね、愛、そのままですね、愛こそ全てっていうことなんですよ。本当に世の中ね、お金、大人になったら特にねお金のことばっかり考えがちなんですけど、もちろんねお金は大事ですよ。お金大事だし、みんなお金のこと好きですよね。もちろんお金がないとね食べていけないっていうのはあるんですけど、やっぱりお金に注目されすぎっていうかね、お金は何だっていう話なんですけど、お金はね悪魔ですよ皆さん。はい、なんでかっていうとね、人間っていうのはお金のために人を殺すんですよ。お金のために人を殺すし、お金のために物を盗んだりとかね、そういうことをしてしまうんですね。お金っていうのは何かっていうとね、人間が作り出した虚構なんですね。はい、虚構っていうのは偽りっていうか、そこにあるんだけれどもないっていうかね、幻みたいなものですよね。はい、でそれに対してやっぱり人間心を奪われてしまって、弱い人間だと侵されてしまうっていうかね、お金のために何でもやってしまうということが起こるわけです。だからね、お金はね悪魔なんですよ。はい、ちょっと話がそれましたけれども、子供ができてね、作った曲、これをちょっと今日はね歌いたいと思います。はい、じゃあ聴いてください。愛こそすべて。生まれてきたからにゃそれなりの証しを残したい。一生懸命やることが正しいことだと伝えたい。どうせ僕らは誰かの生きた人生を指で
でなぞるだけ。だから僕らは歌うのさ、楽しく豊かな人生のために。会いに行きなきゃ嘘だべや、愛こそすべてさ。全てという曲でした。まあこの曲名の通りね、まあ愛が全てなんですよと僕は思います。まあお金が全てじゃないっていうのはこれはもう当たり前のことだと思いますけどね。まあニュースでも見たけど、やっぱり政治家のお金の問題っていうかね、そういうの後を絶たないですよね。お金で何でも解決しようとするというかね、まあ自分の思い通りにならないことっていうのをね、お金を使って、まあ悪いことしてしまうっていう、まあ本当に大人のダメなとこだと思います、それが。まあもちろんね、お金を稼ぐために、まあ、どうしたらいいかっていうことも、まあ、考えないといけないですけどね。まあそう考えると、この YouTube っていうのはね、好きなことをやって、こうやってね、動画で撮って皆さんにこう配信するということで、まあそれでチャンネル登録がね、1000人っていうのが必要なんですよね。でチャンネル登録1000人と、あとまあある一定期間で、再生時間がね4000時間、どれぐらいの期間だったかな、まあ大体1ヶ月ぐらいだったと思うんですけどね、大体1ヶ月くらいの期間で、再生時間4000時間とチャンネル登録者数が1000人、この基準を超えればですね、広告収入が入ってくるという仕組みになってますのでね、もちろんこれ努力、継続と努力っていうのが必要になってくるんですけれども、まあ、これでお金を稼げるようになれば、まあ、好きなことをやって、お金が稼げるとこういうね素晴らしい仕組みだと思いますので、皆さんもよかったらぜひ YouTube やってみてくださいということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただいた方本当にありがとうございます。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。